どうも、ジャムスゲームズ 4MGCTV のマルベリーです。本日はドラゴンボールコラボガチャついに来ました。ホットマン来た。私ですね、嫌な予感しかしないんですよ。はいはい。前回あのドラゴンボールコラボの、はい、ダンジョン、はい、階級やったじゃないですか。やりました。で散々だったじゃないですか。はい。あれを、はい、やってしまったことで今ちょっと下がってるよね。ええ、うん、前々回に言ってた通り7回コラボチャ引きたいと思います。ドラゴンボールの数だけ引くって言ってたもんね。そうですね。はい、はい、じゃあ、で、ちなみに何を引きたいんですか。はい、そうですね、はい、それをまずここで宣言してもらった方が、とですね、はい、前回の前々回の動画では言ってた通り、はいはい、やっぱりベジータとピッコロ、はい、ベジータピッコロ悪の属性のね、はい、そうピッコロは悪魔でした。はい、ベジータは、ベジータは攻撃タイプだけど闇だったので、はい、まあいいでしょうと、うん、それとやっぱり王道の悟空欲しいよね。ですね。ちょっとカメハメハについてちょっと話してみようか。今日パッとやるんじゃなかったでしたっけ。よしさ、はい、ガチャ行こう。ちなみにカメハメハですね。はいはい、やるんか。ガチで聞こうと思っちゃったから。ではドラゴンボールコラボガチャいきます。あと7回回せますと。でホットマンさん冒頭に言ったように私嫌な予感しかしないんですよ。うん、もうね一発目で俺ね金引くんだ、うんうん、じゃないと多分今日の7個、うん、全部銀卵金出ないで終わると思う、うん、だから1回目、そしたら一発目で金出なかったらやめちゃうの。いやそれはちょっと気分次第で。はいはい、いきます。ゴーマス、これで決まるよ。よっしゃ来た。よし見てください。はい、まあわー、シェンロンですよ。シェンロン、シェンロンだこれ。シェンロンガチャですよ。下げてね下げてね。じゃあいきます、一発目ゴー。悟空カカロット。あ、ヤムチャだろこれ。お、ピッコロ。ピッコロ激レアだよ。激レア、やった。ピッコロが最初に出た。いいね、悪魔タイプ。欲しかったやつじゃないの。欲しかったですこれ。最高じゃん。いやまあまあいいです。金のピッコロもいるの。いや金は悟空、ご飯、ベジータ、トランクス。じゃあこれもう欲しかった。まずピッコロいったじゃないですか。まずピッコロですね。あとベジータさんと。いやこれなんか騙されちゃいけないよ。このあと銀しか出ないってオチもあるからね。今のは銀、今の銀です。銀色なんだ今ので。銀玉です。じゃあさあ行きましょう。これで次ベジータ来たら、うん、これもうフラグ立ってますね。だね。確変確定ですね。だね。いきますよ。どんどん行こう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 。こい。うえ。あ、わ。誰だ。誰だ。誰だ。ピッコロ。かぶった。ピッコロ。かぶった。ピッコロかぶり。いやでも欲しかったやつだからね。はい。いいね、まあ、いいね。2台までなら許せます。うん、はい、まさかの、まさかの3度目の。いやいやいや3度目の。もうね分かってるんですよ、はい、1回目で金出なかったからもうダメだっていうのは覚悟してるんです。ただピッコロだったからまあいいやという感じです。じゃあ回します。ほい。よし、さあさあさあ、次あたりクリリンのことかーが来そうですね。クリリンのことか。はい、いただきまーす。ドン。金、金、金。うわあ。クリリンだろ。天津飯。めっちゃいい天津飯。いや天津飯結構いいんです。天津飯何タイプだ？天津飯は攻撃タイプ、ドラゴンタイプですね。目三つあるしね。うん。いやまあいいんじゃないですか。でももうこれ金出ないです。もうあと4回回しますよ。わかんないよ、出るかもしれないから。いやこれ出ないです。いきまーす。はい、絶対出ない。おお、なんだなんだ。あ、来ました。これ噂の噂のヤムーチャさんですね。
まあでももうダメですボックスがいっぱい残り3回これねインターバルが良かったかもねあなんかそんな感じうんなんか来る気がするおお。いきますあなんかこの落ち着いた感じねねこれなんか低いよこれうんさらっと回したら多分金来るんじゃないかな、うんうん、トランクスあたり来るんじゃないあこれ絶対出るわくそ天使やあでもね同じカード2枚あるとねまあまあまあいいからね、まあ、いやーもう無理だなあと2回回しまーすよしこっから行くぞ来るとしたらあと2回ここが勝負だ回すよし来い来い出ろ金うえあれダブルなこれねみんな2回ずつ出てるよ今ヤムちゃんと天津飯とピッコロと、ねはい、いやー持ってきましたねやっぱ最後の最後っていうところでっていうのがね7回目ですよ最高のシチュエーションだよこれついにドラゴンボールが揃い、うん、願いが叶う叶う時が来た悟空来い金来てくれいやもう来ないの分かってるんだけど金いきますゴーふっ金来いガーンクラスだクラスだよおクリリンでしょ。うん。はい。飛燕山。やっぱり金でした。でも欲しいね。ピッコロ取れたしね。はい。分かってたんですよ。こうなるのは。分かってたんだ。分かってたんです。絶対来ないなと思いましたよ。前回の前あの。コラボ男女、うん、あそこであんだけ大ごけしてるんで、はい、まあ、来ないだろうなと思った通りですね流れですね流れ悪かったですねまあでもピッコロが、うん、欲しかったねあとレジータが欲しかったねいやでもまあ6月15日までやってるんだったらまだ2回ぐらいは引けるんじゃないですね、うん、今の私の計算だと3回は間違いなく、うん、はいいけるんですよまたこれまたチャンスがやってくるやつだねじゃあですねうん、まあ、3回以上弾けるように頑張れば、はい、もうちょっと可能性増えると思うんですけどいや悟空来たかったな見たかったてか金が見たかった金が1個も出ねえなかなか出ないんだねいやそうですよだから言ったじゃないですか一発目で金が出なきゃ出ないってうんまあまあピッコロでやっぱりピッコロでいけってことなんだよなそういうことですねですねはいさあさあはいということでドラゴンボールコラボガチャなんかな一番最初の動画ゴッドフェスの時前哨戦の、うん、あそこで最高潮になっちゃって、うん、でその後どん底に落とされ、はい、そして今日まあ案の定予想通りの結果みたいな、はい、穴から抜けられないとこれ尻つぼみですねはいということでドラゴンボールコラボガチャパズラ動画第3回ですね、結果はまあピッコロは出ましたと、はい、いうことで、残り数日あるんでまた魔法石貯めて頑張りたいと思いますはいそれではご視聴ありがとうございましたありがとうございます